周りの音もね、しっかりね、カットしてね、こうね、相手にね、快適に聞いてもらえるっていうね、感じでしたのでね、これがね、素晴らしいんですよね。こんにちは、カオルンです。今回はですね、このイヤホンのね、通話品質をね、徹底比較していきたいと思います。こちらです。ドン!ショックズさんのオープンフィット新発売です。そして従来から大人気のオープンランプロです。こちらね、比較していきましょう。カオルンチャンネルはですね、以前からね、こうね、流れ聞きイヤホンのね、通話の比較っていうのがね、とってもね、重要なのでやってきました。それでね、やっていく中でね、オープンランプロがね、一番優秀かなといった感じでしたね。過去のね、比較動画はね、下の概要欄にね、載せておくので、ぜひね、チェックしてほしいんですけれども、まあね、やっぱりオープンランプロはね、こうね、自分の声がしっかり相手に届くっていうだけでなくてね、周りの音もね、しっかりね、カットしてね、こうね、相手にね、快適に聞いてもらえるっていうね、感じでしたのでね、これがね、素晴らしいんですよね。普通はですね、周りの音もね、カットしてしまうとね、自分の声もね、一緒にカットしてしまってね、悪くなってしまうのに、それがね、ないっていうのがね、素晴らしかったです。じゃあね、一番すごいんじゃないかとね、思うかもしれないんですけれども、なんと今回の新発売のオープンフィットもですね、なんとメーカーさん、ショックズさんはですね、99.7% ね、周りの音をカットしてくれるってね、言ってるんですよね。99.7% ってね、ほぼ全部じゃんってね、思っちゃうんで、めっちゃ気になるんでね、ここら辺ね、見ていきましょう。そしてね、今回のオープンフィットにね、対応したね、アプリっていうのがね、一般発売されたことでね、リリースされたのでね、ここら辺も見ていきましょう。主にね、カスタム EQ がね、できるようになったのと、あとはね、皆さんも気になってるかもしれない、ボタン操作のね、音量操作、こちらがね、できるようになりましたので、見ていきましょう。はい、アプリの方一緒に見ていきましょう。今回はね、主にね、2つの機能、カスタム EQ と、あとはですね、音量操作の割り当て、こちらをね、見ていきましょう。でね、イコライザーモードがね、スタンダードと、あとはね、ボーカル、低音強め、高音強め、こちらがね、用意されているんですけれども、スタンダードがね、一番良かったかなと思いますね。こうね、歌物をね、よく聞くんですけれども、歌のね、ボーカルと、あとはね、バックの演奏、こちらがね、ちょうどね、バランスよく出ていてね、臨場感もあったので、スタンダードで十分かなと思います。でですね、カスタム EQ もできるというところでね、一個ね、もう僕作っているんですけれども、オリジナルですね。こちらをね、見ていきますと、一応ね、周波数としてはね、5段階、チェックがね、できまして、それぞれね、こうね、0からプラス5、0からマイナス5のね、段階で調節できるようになっております。でね、一応ね、僕ね、今回作ってみて、これがね、よりね、ボーカルのね、強調しつつね、後ろのバックの演奏もね、聞こえるかなといった感じでね、やってみましたので、ぜひね、皆さん、歌物を聞く人はね、カオルンオリジナル EQ 使ってみてください。続いてボタンのカスタマイズもできるようになったというところでね、こちらね、プレス&ホールド、1秒長押しっていうところがね、今までは次の曲、前の曲のね、選択だったんですけれども、こちらにね、音量がね、割り当てるようにできるようになりました。もうね、すでに僕はね、入れちゃってるんですけれども、こちらね、ただね、こうね、一回押すとね、ずーっと音量上がり続ける、下がり続けるっていうのがね、便利だったんですけれども、こうね、1ステップごとに上がったり下がったりするっていうね、たびに、こうね、ピコン、ピコン、ピコンってね、上がったこと、下がったことをね、知らせる音がね、鳴ってしまうのがね、ちょっとね、気になりましたね。これね、鳴らさないようにね、してくれればいいかなと思います。音量のね、上がり下がりっていうのはね、耳でね、感じ取れるので、ぜひね、なくしてほしいです。じゃあですね、本命のオープンフィットとオープンランプロの通話のね、比較をしていきましょう。今回はね、シチュエーションをね、模擬的に作ったものをね、3つ用意しました。まあね、過去にもやってきたんですけれども、めちゃめちゃうるさい駅の改札。あとはね、ちょっと静かだけど一定音ね、ゴーって鳴ってる自動車の中。あとはですね、喫茶店とかね、レストランとかね、行った時にザワ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 ってね、してる音はありますよね。あそこら辺もね、やっていきたいので、喫茶店をね、模擬したところっていうね、3つをね、やっていきましょう。じゃあね、早速なんですけれども、オープンランプロ、オープンフィットのね、順番でね、比較をね、見ていきましょう。ぜひね、皆さん、聞いてみてください。どうぞ!おい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 、今どこにいるのよ。え、寝過ごして違う駅に来ちゃっただって?あと3時間もかかるの?しょうがない。近くの喫茶店で待ってるよ。
おい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 、今どこにいるのよ。寝過ごして違う駅に来ちゃっただって？あと3時間もかかるの？しょうがない。近くの喫茶店で待ってるよ。あ、もしもし。今ね、高速道路走ってるところ。今日はね、休日で結構混んでるから、あと1時間ぐらいかな。でも晴れてよかったよ。気持ちよくドライブできてるから、全然心配なし。あ、もしもし。今ね、高速道路走ってるところ。今日はね、休日で結構混んでるから、あと1時間ぐらいかな。でも晴れてよかったよ。気持ちよくドライブできてるから、全然心配ないよ。お世話になっております。カオルンでございます。この度はご契約くださりありがとうございます。お礼を申し上げます。はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よかったら焼肉行きましょう。お世話になっております。カオルンでございます。はい、この度はご契約くださり本当にありがとうございます。お礼申し上げます。はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よかったら今度焼肉行きましょう。はい、どうでしたかね。比較ね、聞いてもらいましたね。いろいろ聞いてもらったと思いますけれどもね、僕的な感想はですね、どちらも優秀だったと思います。でね、どちらも優秀だっていうね、理由なんですけれども、やっぱりね、ちょっと初めにもお伝えしましたけれども、周囲音がね、しっかりカットされてるのに、自分の声がね、ゴニョゴニョしてないっていうところがね、やっぱりしっかりね、明瞭に聞こえるっていうのがね、めっちゃ良かったですよ。ただ若干ね、やっぱりね、発売したてのね、性能がいいっていうところで、オープンフィットの方がね、良かったかなと思いました。一番わかりやすかったのがね、改札の時ですね、オープンフィットの方がね、若干ね、さらに周りの音をね、カットしてくれてたかなっていう印象でした。まあね、ちょっとなんですけどね。オープンランプロの方はですね、もちろんね、気にならないんですけれども、まあ若干人混みの中にいる、改札のところにいるかなってね、こうわかるかなって感じなんですけれども、オープンフィットの方はですね、そこら辺もね、全然わからない。むしろね、こう静かな、あんまり人がいないところでね、聞いてるんじゃないかっていうのがね、より感じられたかなと思います。まあね、ただどちらも優秀でしたよ。やっぱりね、オープンフィットもオープンランプロもね、ショックズさんというところでね、しっかりね、自分の声がね、相手に届いてね、周囲音がね、カットされてました。はい、ということでまとめに行きたいんですけれども、今回のオープンフィット、オープンランプロ通話比較していきましたけれども、どちらもね、優秀でした。なのでね、皆さんがね、こう、どっちがいいってね、手に取りたいときはですね、音がいいか、あとはね、装着感といったところにね、目の付けどころね、変わると思います。音の方はですね、オープンフィットの方が、まあ、フラットなね、オープンランプロと比べて、しっかりね、臨場感のある、迫力のあるね、感じでしたので、まあ、いいかなというところなんですけれども、装着に関しては、こうね、二つに分かれてるイヤホンタイプか、オープンランプロの方はですね、ネックバンドで外れにくい、落としにくいっていうのがね、メリットなので、まあね、快適さを求めるかね、あとはね、しっかり装着してるっていうところをね、好むかっていうところでね、分かれるかなと思います。今回のオープンフィット、オープンランプロのね、詳しい製品情報、下のね、概要欄に貼っておくので、ぜひね、皆さん、チェックしてみてくださいね。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。カオルのチャンネル登録者1000人をね、目指してね、コツコツやっております。そしてね、もうすぐ500人ね、達成するかなっていうところまでね、来ましたので、応援よろしくお願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとうね。バイバイ。